ウカシュ・ヤニクは、ポーランドのプロボクサー、イェルニャグラ出身。2006年12月16日、ヤニクは、プロデビューを果たし3回 TKO 勝ちを収めた。2007年8月18日、ベルリンのマックス・シメリング・ハレで、ラシード・エル・ハダクと対戦し6回2から零の、判定勝ちを収めた。2008年3月29日、ジャン・クラウデ・ビコイと対戦し6回3から零の、 判定勝ちを収めた。2009年5月2日、マルセル・エル・テイルと対戦し2回終了時エル・テイルの危険による TKO 勝ちを収めた。2009年6月20日、シルビオ・メーネルと対戦し2回終了時メーネルの危険による TKO 勝ちを収めた。2009年10月24日、マテウシュ・マステル・ナクトを対戦し初黒星となるも回2分30秒、TKO 負けを喫した。 2010年4月24日、マンタスタルビダスと対戦し2回2分37秒、TKO 勝ちを収めた。2010年5月15日、ミケーレデメオと対戦し4回1分52秒小勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年6月12日、ガボール・ハラズスと対戦し8回3から0の判定勝ちを収めた。2010年10月23日、 プリンス・アンソニール・ルケジと対戦し、初回2分40秒小勝ちを収めた。2011年4月2日、クリスチャン・ドルザネイリと WBC バルチック・クルーザー級、シルバー王座決定戦を行い2回1分14秒小勝ちを収め王座獲得に成功した。2012年9月22日、ローマンクラシックと対戦し2回2分6秒小勝ちを収めた。 2013年3月23日、ラース・ブッチ・ホズと対戦し10回3から0の判定勝ちを収めた。2013年11月2日、ニューヨーク・マディソン・スクエア・ガーデンで、元 WBO 世界クルーザー級暫定王者のオラ、アホ・ラビと、イボ世界クルーザー級王座決定戦を行い12回、0から2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。 2014年6月28日、リコホイト対戦し10回3から0の判定勝ちを収めた。2014年12月5日、フランコラウル・サンチェスト対戦し7回47秒、TKO 勝ちを収めた。2015年5月22日、モスクワで WBC 世界クルーザー級王者、グリゴリード・ドロストと対戦したが9回50秒。 TK 大負けを騎士王座獲得に失敗した。ありがとうございます。